やっほー、おはようございます。こんばんは。今日は何日あったっけ？10月23日日曜日の今17時56分、もうすぐ6時。週末がもうすぐ終わりますなっていうところなんですけど、はい。今日は特にレビューとかするわけじゃなくてですね、何をするかと申しますと、ちょっと画面をここどこや、こっち、はい。チャンネル登録者数が3万人を超えまして、おかげさまで、ということなんですけども、3万人超えまして、まあそのままスルーしちゃうのもいいかなと思ったんですけど、まあ3っていうのは結構、まあいろいろなんていうか、世の中的にも節目的な感じもありましてですね、まあめんどくさいんですけど、めんどくさい、すいませんね、僕めんどすっげーめんどくさがりなんで、なんかしようかなって思いました。はい超テンション低いなで、何しようかと思ったんですけど、ずっと考えてたんですけど、まあ、まあ僕こう動画やってますんで、動画撮りたいなと思いまして、動画撮るって言っても、まあいつもこんな感じでミッキーさんとか撮ってるんですけど、そうじゃなくて、人を撮ると。だ人、まあ一応今までいろいろこう、ゲスト、まあここには出てないですけど、ゲストとか出てきましたけど、まあ、ゲスト出すと大体コメントが荒れるっていう鉄則があったりして、まあゲストというかね、まあちょっとその要は3万人チャンネル登録者数が3万人いきましたんで、プレゼント企画をしましょうと考えました。で、どういうプレゼント企画かっていうのが、ですね、まあこんな映してるのは何も意味ないんですけど、パークに招待しましょうかなと。はい、パークに招待するって言っても、抽選とかじゃなくてですね、まあ一応この僕は動画やってますんで、なんか考えてもらおうかなと思いまして、というのは、ただ単に遊んでる動画やったら、まあまあさして面白くないし、なんていうか、パークで何をしたいと、パークで何をしたいっていうのを、まあちょっと考えてもらいまして、それを応募してもらおうかなと思いました。めっちゃ単純っていうか、むっちゃ他人依存やけどねてめえで企画ぐらい考えるよと思うんですけど、で、まあもちろんパーク、Cのラン、Cランドどっちでもいいですし、課金系、例えばシェフミとか、あとまあパーク内での課金系もろもろ、何考えてもらってもいいです。もちろんお代の方は僕の方がお支払いします。ただもちろん限界がありますんで、何でもかんでもこう、あれも行きたいこれも行きたいって、まあ多分あれも行きたいこれも行きたい系な内容ってもうさして面白くないから、まああんまり通らないと思うんですけど、まあ要はですね、ここに載っける動画として、その楽しそうな内容っていうか、もう面白そうな内容であれば採用という感じにしたいなと思ってます。ですので、こんなことしてみたい、あんなことしてみたいっていうのをご応募ください。ただパーク内でちょっと迷惑行為、例えばその集団で集会するっていうのは確か禁止されてるやつですよね。であるとか、
極端な仮想とかそういうやつは難しい。まあまあその辺も僕でふるいにかけますけどね、皆様に他の方に迷惑をかけない程度で楽しめる何かこれ超難しいよな来るんか応募はい。でもうご応募いただく際にいろいろと制限をちょっと設けまして、まあ一つ目が年齢制限、18歳以上にしたいなと思ってます。18歳以上言うてもこのチャンネル見てるの多分ね中高生むちゃくちゃ多いと思うんですけど、中高生にするまで広げるとやっぱ勝手にね誰かとミートするとか厳しいでしょ。でやっぱりご両親とかもありますんで、ご両親の心配とかもありますんで、まあ、じゃあ18歳以上やったらええんかっていう話なんですけど、どうしようかな。じゃああんまり上にすると多分ね誰も来えへんと思うねあんまり上にしたらほんま誰もおらんのちゃうっていうね、僕の経験的になので、まあ18以上ぐらいにしましたってしたいと思います。で、あともう一つが、二つ目、ご応募いただく際に2人以上っていうのを原則にしたいと。一人やと、いわゆる僕とマンツーマンになって、いまいち盛り上がらないですよね。つまり、撮る側、僕は撮る側なんですけど、撮る側が、こう、相手が楽しんでもらうように盛り上げるっつうのかな僕の理想としては2人以上3人までなんですよ。3人以上あったらちょっとお金的に厳しいかなと思って3人までご招待したいんですけど、2人3人ぐらいだったら その中で楽しめるでしょ。でその様子を僕は撮れればいいかなと思ってます。でそれが一つね。なので2人以上3人未満、2人か3人どっちかってことですね、っていうところかな。あとまあどちらにお住まいの方になるか分かんないんですけど、交通費はご自身でお願いします。さすがに沖縄とか北海道から来ますエア代出してくださいって言われるとちょっとそれは辛いんで、はい、パーク内で過ごすところは出そうとは思いますけど、交通費に関してはご自身でお願いします。はい、ぐらいかな。あと何かあったかな。いやこれほんまにこれ集まるんかあで集まんなかったら企画閉じます集まんなかったら企画閉じます。で企画閉じる基準はどうしようかなまずまあ内容、特に動画にしたいなっていう内容にならなかったっていう場合かな、と全く来なかったとかねいうような、あとね、まああと年齢とかね、その一応年齢何ぼでも嘘つけるじゃないですか。嘘つけるんですよ。嘘つけるから、まあ、言ったら当日まで分かんないでしょ。当日に、お会いしまして、で、これは明らかに18未満だろうというような人でしたら、その場でもう、企画は中止と。まあ、その辺はかなり、僕の判断基準に委ねられるってところですね。僕がちょっともうこれは無理やなと思ったら、まあいつでも切りますよという感じです。そんなところですね。他なんか良いことあったかな。 あとまあ一応ね、この動画これこういう感じで3万人っていう登録に至るまでにこういっぱい、この今僕の動画で何本あるんやろ、1600本ぐらいの動画があるんですよ。
まだ公開してないやつとかポコポコあったりするんですけど、1600本ぐらいの動画をこう昔からね、昔からっていうのは、例えばこれを古い順にすると昔の動画が出てくるわけですよ。でこれをこうまあ一個一個あのね、あのそれぞれにこう思い出があるわけなんで、そういうのを語っていこうかなとか思ったんですけど、語っていこうかなと思って一回この見返してみたんですね。そしたらあのなんていうか見せられへんようなやつとかもあったりして、いやもう公開してるんですけどこれあえてピックアップするかっていうようなやつとかもあったりして、微妙と、ネットで公開するにはちょっと微妙かなって思いまして、とりあえずやめました。はい、やめましたんでここでは紹介しないんですけど、でもなんか何かしらこう紹介できる機会でもあればいいかなとか思って、例えばその動画で紹介するんじゃなくてオフラインでどっかイベント的な感じでやるとかね誰が集まんやろなっていうのを考えたりしましたけど、まあそういうのにもし興味があるっていうんでしたら、まあコメントあたりに書いといてもらえるとすごく嬉しいです。はい、でもむっちゃ多いねんなこれ。例えばね、2013年から始めてるんですけど、2013年だけでも相当多くてこれ厳しいなマジで。やっぱこれ動画でやるのは編集が大変やから、例えばこれね、こういうあのミシカのミシカのキーバージが登場するところ、これコックピットの様子とか撮ってる動画なんですけど、キャストさんがっつり映っちゃってんのねこの時ってまだこのモザイクとか全然考えてなかったから、さすがにこれをもう一回ピックアップするかっつったら、もうかいや語りだしたらこれ切りないね。これほんま語ることいっぱいあるんですよ、これ。この動画一つにしてもね語ることいっぱいあんねんけど語れないと動画では語れないというような、僕また次の始まったらあかんからやめておきますけど、という感じですね。あ、まあまあ全然ちょっと脱線しましたけど、ということで、3万人達成の企画、3万人達成の企画、プレゼント企画をやりますんで、まあ、パークでこんなことしてみたい、あんなことしてみたいっていうような、アイデアがございましたら、ぜひともご応募ください。あ、応募は一応この動画の下のところにリンク貼っときますんで、そちらから、フォーム用意してますんで、そちらからご応募くださいという感じです。まあうまいこといくかどうか分かんないですけど、まあとりあえずやってみようかなという感じですんで、気が向いたらご応募ください。はい、ということで、そんな感じでした。じゃあまた引き続きこれからもよろしくお願いします。これからも、まあ、いつまで続くか分かんないですけど、僕の気の向く限り続けようと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、はい、バイナラー。